松安は中華民国の政治家、実業家、銀行家、中華民国維新政府、王朝明政権で上海市長を務めた。日本では一般に名の層明るで知られるが、中国では一般に字の小案で知られる。1892年、上海歩道の船工場で働きながら、夜間学校で英語を学んだ。1909年、 招き商局所属家協保険講師に勤め、副経理、総経理を歴任している。1911年10月、侵害革命が勃発すると、古軍と特府財政部総参議、小関清尻所所長となる。合わせて、招き商局、官野表講師、中国通商銀行のまた県代表となった。1914年、風商案は森旋会により、 マネキ商局経理各地産素に任命された。さらに中国通商銀行、東五都と上海総商会第一企業等も務めている。九百十六年四月、森が病没すると、風は、マネキ商局、東五都、同局席を産業蹴り、内川林線講師経理圏主戦課長となった。以後、上海総商会、中国銀行、関屋標講師など様々な業種の、 国内有力企業で養殖を歴任する。1926年、上海総商会会長となった。しかし、中国国民党の北伐軍が上海に入場すると、風は北京政府の尊殿法を支援した罪により、指名手配されてしまい、大連へ逃亡した。1931年に、風昌安はようやく指名手配を解除され、上海へ戻って、 中国通商銀行総経理、当事長などを務めた。1938年10月、中華民国維新政府の下で、上海特別市市長に任命されている。同年、小解析の重慶国民政府が、軍統の特務を派遣し、上海投流中の王朝名暗殺を図った。風は、当初は、軍統に協力していたが、実行直前に、 これを王に告げ、特務の暗殺部隊を取り押さえている。これに怒った将は、軍党の指導者である大流に、風暗殺を厳命した。1940年10月10日、風将案は就寝中のところを、軍党に買収された、使用人に殺害された。去年69、晩年期の風将案。ありがとうございます。